皆さんこんにちは。俳優、歌手として活動していた萩原健一さんを知っていますか？テレビドラマ太陽にほえろや豆腐屋直次郎の裏の顔、映画八つ墓村や居酒屋幽霊など数々の名作に登場していた萩原健一さんの女性遍歴や逮捕の話、闘病生活のことや翌日に仮装した理由について気になっている人は多いのではないでしょうか。そうした話題について詳しく解説しますので、ぜひチェックしてください。萩原健一さんは1950年7月26日生まれで、2019年3月26日68歳で亡くなりました。埼玉県の出身で、1966年から芸能活動を行っていました。萩原健一さんは1950年鮮魚店に飛脚室師として生まれます。東京都荒川区の清橋中学校高等学校在学中に埼玉県大宮市でスカウトされ、ザ・スパイダースの弟分バンドザ・テンプターズのボーカリストとして、16歳だった1967年忘れえぬ君でデビューを果たします。高校は2年生の時に中退しています。翌1968年にはエメラルドの伝説、神様お願い、お母さんなど次々と大ヒット曲を飛ばして人気を得ていったのです。テンプターズは萩原健一さん自身が述懐しているところによれば、デビュー前はブルースバンドだったようです。中川三郎さんのディスコティークの出演バンドだったこともあり、今日を生きようはグラスルーツがイタリアのミュージシャンの曲をカバーし、さらにその曲をテンプターズがカバーしたもののようです。またテンプターズはローリングストーンズの影響を受けていたことも分かっており、神様お願いはメンバーの松崎義晴作詞作曲のオリジナル曲であり、ストーンズから受けた影響が出ています。ちょうどこの時期に女優の榎並京子さんと交際を開始したようです。テンプターズの解散後の1970年に井上隆之さん、大野勝雄さん、そして沢田研二さん、岸部一徳さん、大口博さんらでキックを結成します。萩原健一さんは各種ロックフェスティバルやテレビ出演などもこなしましたが、音楽活動よりも映画監督を志すようになっていったのです。1972年に制作された松竹映画約束の制作現場にサード助監督として参加しましたが、主演俳優の中山仁さんが降板したため代役に抜擢されることになります。何人もの女優に出演を断られましたが、最終的に岸恵子さんが共演を承諾しました。この演技で高い評価を得て俳優へと本格的に転身し、同年のテレビドラマ太陽に吠えろの初代新人刑事マカロニ役でその人気を決定づけます。萩原健一さんは1972年12月をもって音楽活動を停止します。1974年には熊代辰美さんとのコンビによる映画青春の砂鉄でキネマ旬報の最優秀主演男優賞を受賞します。続いて日本テレビ系のテレビドラマ傷だらけの天使、倉本総脚本の前略おふくろ様と連続してドラマ作品に主演し、後者は続編も制作されるほどの人気作品になったのです。1975年には初のソロアルバム惚れたをリリースし、ソロアルバムの発表を契機として音楽活動を再開しています。お前に惚れたや大阪で生まれた女は柳ジョージ&レイニーウッドがバックを担当したライブ版熱狂ライブを発表します。また同年モデルの小泉ひとみさんと結婚し女児を設けますが、残念ながら3年で離婚しています。そんな萩原健一さんは先ほどの解説内容からも分かる通り、女性遍歴がすごい男性としても有名です。4度も結婚していますが、それ以外にも多くの女性遍歴があることが分かっているのです。まず萩原健一さんが10代の時に女優の榎並京子さんと交際をスタートさせます。萩原健一さんは19歳で、榎並京子さんは26歳だったこともあり大きな話題になりました。そして1975年に女優の小泉ひとみと結婚します。小泉ひとみとは太陽にほえろでも共演していました。結婚後は女の子も誕生し、幸せな日々を過ごしているように思えましたが、たった3年で離婚してしまいます。そして1980年に女優の石田あゆみさんと結婚します。萩原健一さんと石田あゆみさんとは1977年のテレビドラマ
祭り囃子が聞こえるで共演しています。実は石田あゆみさんとの熱愛報道がされた時にはまだ小泉ひとみとの結婚関係は続いている最中だったようなのです。石田あゆみさんとの結婚生活は続くかと思われていましたが、結婚3年目の1983年4月に萩原健一さんが大麻所持の容疑で逮捕されてしまうのです。さらに1984年には飲酒運転によりバイクをはねる事故を起こしてしまい、さらには女優の藤真理子さんやバイオリニストの前橋汀子さんとの浮気疑惑も浮上してしまうのです。さらにはアントニオ猪木さんの妻で女優の倍賞美津子さんとの不倫疑惑も出ていました。萩原健一さんが自宅から出てくるところをフライデーされてしまったのです。その後もこの二人は交際が続いたようで、倍賞美津子さんとアントニオ猪木さんとは離婚にまで至ったようです。萩原健一さんと倍賞美津子さんとは結婚秒読みとまで言われていましたが、結局結婚にまで至ることはありませんでした。そして萩原健一さんは1996年にヘアメイクアーティストの島田由紀さんと3度目の結婚をすることになるのです。しかしその10年後にまたもや離婚してしまいます。そして2011年2月萩原健一さんはモデルの富田梨香さんと結婚します。富田梨香さんとは萩原健一さんが亡くなるまで一緒に過ごしたようです。そんな萩原健一さんは2019年3月28日に亡くなりました。急死したと思っていた人も多いかもしれませんが、実は萩原健一さんは2011年から闘病生活をしていたのです。気になる病名ですが、どうやら本人の強い希望で病名は伏せられていたようです。亡くなった後に病名はジスト、つまり消化管間質腫瘍だったことが分かったのです。萩原健一さんはこの病気と戦っていたようですが、3月26日に容体が急変し、妻の富田梨香さんに看取られる中で午前10時30分に息を引き取ったようです。萩原健一さんの意思に従って葬儀は家族のみで27日に執り行われ、個人の希望によりお別れの会や忍ぶ会を行う予定もなかったようです。しかし気になるのは萩原健一さんが亡くなった翌日に火葬していることです。なぜこれだけ早く彼を火葬する必要があったのでしょうか。どうやらこの早い流れについては萩原健一さん本人が望んでいたようなのです。萩原健一さんは自身が覚えていないくらいに様々なトラブルを抱えていました。自分が亡くなった後そうしたトラブルを抱えてしまうのは妻の富田梨香さんだということを分かっていたため、そうしたトラブルを避けるために亡くなったらすぐに葬ってほしいと話していたようです。萩原健一さんはよく梨香がいなければ俺はとっくに死んでいると話していました。この言葉からも分かる通り、萩原健一さんは富田梨香さんをとても愛し、そして信頼していたのでしょう。そうした妻に迷惑をかけたくないという思いから少しでも早く火葬してほしかったのだと思われます。萩原健一さんが亡くなったことはとても残念です。おそらくこれからも彼の役者としての功績は語り継がれていくでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。